こんにちは。こんにちは。今回はもやしチヂミ、もやしチヂミをアレンジしながら作ります。材料は小麦粉、卵、塩、本だし。今回は隠し味で天かすを使います。栄養バランスよく豚肉も使います。メインのもやしも使います。これで作ります。이번에는콩나물チヂミ를만들겠습니다。재료는콩나물、돼지고기、텐가스、밀가루、계란、혼다시、소금、이상으로만들겠습니다。텐가스を入れてください。卵を2つ、2個入れてください。これでかき混ぜてください。豚肉を1センチぐらいの大きさで切ってください。돼지고기를1センチ정도로크기로잘라주세요。まずはボウルを用意してもやしを入れます。콩나물을넣어주세요。次は豚肉を入れてください。돼지고기를넣어주세요。次は小麦粉 100g、 밀가루 100g。 フライパンを用意して火をつけて焼きます。最初は強火でやってください。처음에는센불로강한불로구워주세요。고유후니앞면과뒷면을구워주세요。고유후니前と後ろ両面を焼いてください。고유후니こんがり両面が焼いたら天かすをトッピングします。이렇게구워지면은天かすを
こういうふうにできたら天かすを入れて、そっちもよく焼いてください。こういうふうに焼いてください。チヂミが出来上がったら、今度甘味はカットします。一口で食べやすくカットします。美味しくできました。家族みんなで召し上がってください。子供から大人までみんなが楽しめる料理です。ビールのつまみでも最高です。チヂミには味はついてますけども、タレが欲しい人は1の7を見てください。そこにはチヂミタレ、ヤンニョムジャンが載ってます。これだけでも十分美味しいです。まあ、しっかりですよ。